おはようございます。チャンネル生活でございます。11月の7日6日です。今日は中野とトリザートレイルランということで、ゴールドコース25キロの部にちょっと出てきます。今年何本目だこれ、5本とか6本なんですけど、一番頑張んなきゃいけないレースだと思うんで、ちょっと頑張っていきたいと思います。途中、山道ちょっといろいろと動画撮れればなと思っておりますんで、よかったら見てやってください。このチャンネルは、金沢石川の、移住者僕小林とか、いろいろ撮ってる動画です。説明が雑、それでは行ってみます。天気も今日は最高の天気になりました。やった、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ゴー、頑張ってー、ナイスワー。12、3キロ付近ですかね。あの、新津の菩提寺山のあたりにめっちゃ似てます。いい天気っすね。いや、ほんと晴れてよかった。ここから5キロスパートかけます。なんか謎のエイドで謎の鈴をもらいました。最後見せたんじゃないでしょうか。お子さんたちもしっかり待ってくれてね、応援してくれて、お越しお疲れ様でした。火曜日早くゴールする、そうね、前回の。はい、ということでお疲れ様でした。無事完走いたしました。ゴールドコース25キロ男子、4時間3分4秒、総合順位が284人中137番、ちょっと真ん中ぐらいですね。真ん中よりちょっと早いっていうぐらいですね。お疲れでした。こう25キロの中にも、なんかこう、いろんな景観の工夫があってというか、こう、富山湾が見えたりとか、あとは、こう、てか、こう、能登の方が見えたりとか、奥能登の方ですね。こう石川県、ないし、能登の景観をこう楽しむには、すごい最高の大会なんじゃないかっていうふうに、思いました。でね、なんか25キロっていう割には、あんま疲れにくくて、思ったより、コース設計がいいのかというか、一応トレイル率が 50% ってなってたんで、多分不整地、こう本当に山道っていうのが多分12、3キロぐらいの多分ノリなんでしょうね。なんかそれもあって、あとは、その、今秋だから、落ち葉がこうふかふかになってる場所がすごく多くてですね、こう足が痛まなかったというか、足が痛みにくい、こう、感じになってて、走りやすいコースでした。なんで、こう、前、夏場のこう33キロみたいな大会出たこと、トレイルの大会とか出たことあるんですけど、それより全然楽でしたね。楽っていうと、なんか言い方あれなんですけど、なんか俺の中では体力的にはめちゃくちゃ楽でした。最後ね、上り坂が急に出てくるんですけど、そこだけきつかったかな。で、あと僕、ポール使ってたんで、足でも25キロこれいけたかな。カブラギさん、プロデュースの大会初めて出たんですけど、すごく楽しい大会でした。写真撮れなかったのちょっと残念なんですけど、まあ、しゃないですね。来年、また出れれば一番いいかなと、思います。終わった後、おにぎりとね、コーヒーがもらえたり、あ、コーヒーじゃない、コーラがもらえたりするので、それもなんか良かったなと思いながら。あとは何だろうな、あと、僕、やっぱり、新潟のトレイルランの大会出て、出慣れちゃってるっていうのもあるんですけど、なんか、やっぱ、こう、いろんな土地の大会に出るっていうのは、なんか、いいな、いろいろ勉強になるなっていうのを改めて、ちょっと思わされた大会でしたね。例えば、このぐらいの規模の大会だと、筆形、
必ず持ってきなさいよみたいなもののチェック、あのライトだとか、なんか保険証だとか、まあいろいろあるんですけど、のチェックがなかった、なんか絶対されるだろうなと思って、結構一生懸命かき集めたんですけど、あのそのチェックがなかったりとか、まあなんかその方が気楽でいいなと思ったりもするんですけど、仕組みがやっぱりその大会その大会とかね、主催してる人たちって違ったりするので、なんかそのまあなんかやっぱいろんな大会には出るべきだなというふうに思いましたね。あとはやっぱなんか一個唯一嬉しい誤算だったのが、なんか夏場じゃないから、し30キロ弱の大会っていうので、補給物めちゃくちゃ持ってったんですけど、そんなにいらなかったっていうね。汗が出ないからそんなにこうすり減らないっていうか、体力もすり減らなくて、なのもし来年とかね25キロ検討してる方、補給物意外とそんなにいらないのかもしれないし、なんか寒いから常に寒かったし、なんかこう汗もねそんなに最後の登りみたいなところ以外ではそんなに汗かかないから、なんか補給物は思ったより必要ないのかもしれないです。まあなんであの本当に ビギナーにもいい大会というか、あの敷居が低いというか、これからトレイル始めたいっていう方も全然ありな大会だな、距離の割にはありだな大会だなっていうふうに思いました。今回そんなところでしょうかね。チャンネルせっかちでは、こういうふうにランニングの情報もそうですが、石川県金沢市のいろんな有益な情報をお届けしたいと思いますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしければよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。